ほら、おいでおいで。ほら、おいでおいで。ははは、ダメか。ダメだね。これはカットかな。はい、皆さんこんにちは。桃田先生です。今日は自分のお店の可愛い桃がさんたちについて、ちょっと簡単に見せていけたらなと思って、こういった動画の場を準備いたしました。ただですね、ちょっと自分たちのお店の桃がさん、とても人慣れはしてるんですけど、カメラはあまり慣れてないんですね。なので見せていく中で緊張してうまく動いてくれるかちょっと不安はあります。で、初めての試みなんですけど、ぜひ皆さんにですね、このアメリカのモンガのこの可愛さっていうのをですね、伝えていきながら、ぜひ興味を持っていただけたらなと思いますので、何言ってか分かんないですね。とにかく頑張って撮影していくので、今日はよろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけど、これからのモンガさんのお部屋ご案内いたします。こちらのお部屋ですね。はい、こちらですね。おはよう。結構ですね、元気についてきてくれます。で、自分たちのお店はですね、こうやって指についてくるように教育をしながらですね、トレーニングをさせてもらってます。結構ですね、自分のこのお腹を見せて、この飼い主さんというか、その自分も大きな生き物にですね、このお腹を見せてこの壁を登るって、これ実は結構勇気がいることなんですね。なので、これをできるかどうかっていうのは、人になれた一つの基準になります。この子はですね、結構人見知りしない子なんですね。見ててください。おいで。こんな感じでですね、飛んで飛びついてきてくれます。とっても可愛いです。いくよー。ほらほら。ほら、おいでー。君は来れるかな？君は来れるかな？ちょっと呼んでみますね。来れるかな？お、来た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 。あ、この子は優秀ですね。優秀というかですね、やっぱカメラある中でこんなに動いてくれるって自分も結構知らなかったので、とてもですね、自分も感動してます。可愛いですね。じゃあ最後はですね、ちょっと手のみの方をしてみたいと思うので、手のとこちょっと見てみてください。ちょっとカメラの前なんで乗ってくれるかわかんないですけど、ちょっと緊張します。やってくれるかな。どれかな、どうかな。ちょっとこの子でやってみたいと思いますね。カメラちょっと近くに寄ってみてください。いくよーん。はい。さあ、おいでおいで。おいで。さあ、おいで。ほら、おいで。おいで、大丈夫、大丈夫。ほーら。乗ってきた。この感じ、かわいいですよね。なんか、本当に目で周りを見ながらですね、大丈夫かなーって確認しながら、ギリでも食いしん坊なので、それでもちゃんと寄ってきて食べてくれてます。ぜひ当店の桃がですね、気になる方はぜひ予約の方をいただければいつでも見れますので、来てください。で、 YouTube に関しましてもですね、グッドボタンと、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。じゃあ今日はここで終わっていきたいと思います。ありがとうございました。